歯科用 CBCTRF 製、ナオミ CT 歯科用、コーンビーム CT とは、歯科に特化した CT 装置。デンタル CT、あるいはコーンビーム方式を用いているため、コーンビーム CT とも言う。主に、デンタルインプラント、親知らずの抜歯、矯正歯科症例で見られる埋伏歯、鼻胃療法などの歯科治療、診断に用いられているが、耳鼻科疾患に用いられることもある。3次元の高画質画像を用いることで、断層方式パノラマ X 線撮影法や、口内包 X 線撮影法では判別できない痛みや症状の原因がわかることがある。ファンビーム方式の CT と比較して、以下のような利点、欠点がある。装置がコンパクトで安価空間分解能が高い、金属アーチファクトが少ない短時間で3次元画像を構築できる、座ったまま撮影できるため閉塞感がない、撮影範囲が狭い CT 値を適用できない画像に、ノイズが多い歯科用 CT の被曝量は少ないと言われるが、照射野を広げると被曝量は増大する。検査目的に応じて、照射野を適切に選択することが望ましい。近年、歯科用 CT 検査の需要が高くなってきている。一方で、歯科医院で購入するには高価であり、大学病院での検査は限度がある。そのため、いわゆる画像センターと言われる民間の歯科用 CT 検査専門病院が増えてきている。他に、歯科医院に併設される歯科用 CT 検査受入医院、あるいは一般 CT による CT 検査受入病院は多数ある。しかしながら、歯科放射線科専門医によって運営されている例はわずかである。ありがとうございます。